疲れ様です。まあね、男の子として生まれてきて、いいとこ見したいですよね。世の中に。そして、周りの人に。何よりも、お父さんお母さんにいいとこ見したいですよね。まあ、自立っていうとね、またね、解釈がいろいろ分かれるんですけども、まあ、自分で、人の手を借りずに生きていく。もしくは、人の手を借りながら生きていく。まあ、なんで、改めて考えていくと、何なんですかね。そこまで深刻に考えなくても、生きていくくらいできるんだろうっていうふうに思っていた私としてはね、一旦真面目に考えていくと、ああ、結構それに悩む人もいるんだなっていうふうに気づくところですね。まあ、引きこもりね。まあ、昔はね、引きこもりってのなかったですからね、引きこもる部屋がなかったんで。だから外に弾け出るしかなくって、まあ、それでね、行き倒れになったりしたのかもしれませんけども。今はどうなんですかね。若者がダメになったのか、それとも、年を取ると人はダメになっていって、今年を取った人が自分のダメさを最近の若者はっていうふうに言ってるだけなのかなと。まあ、私としてはもうどっちもどっちなんじゃないかなと。そもそも、その人のお手本になれるような立派な人間っていうのはまだなかなか現れてませんからね。どうなんですかね。まあとりあえずはあれですよ。まあこういう人もいるんだなと思っていろいろ考えますけども、その人たちにね何かできるわけでも伝えれるわけでもないんで。まあ、とりあえず、まあ、吉谷さん、私たちのアドバイスで人生をやり直せる、その糸口をつかんだ人に対して精一杯、メッセージを送ればいいのかなと思いますし、いや、私たちが何を言ってもね、ダメな人には、やっぱりこう、諦めるわけではないんですけども、向こうから離れていきますよね。億万長者合宿で、皆さんの商品紹介しますよっていうふうに言っても、商品持ってこないわけですから。だから手を貸すよって言っても、手を貸していらんって言われてるのか、なんかぼーっとしてるうちに、当日が訪れてしまったと思ってるのかね。人生ってのはでもね、締め切りが本当早いですからね。まだ余裕なるうちに動いておかないと、ということでしょうか。あんまり、ね、すいません。番組はね、ずっと見させてもらいましたけども。私なりにね、こう、イラつくことがあるなと思いましたね。イラついてこの野郎みたいな感じで、もう、食ってかかりたいような気持ちにもなりましたね。ああいうの。もどかしいですね、かなり。はい、じゃあお疲れ様です。